今回は微分の定義について説明します。y イコール fx の関数で一つの点と h だけ増やした先にもう一点取ります。この二点をつなげた直線を考えます。この時変化の割合を考えますが、さらに h を限りなくゼロに近づけます。こうすると直線は関数へ接する直線になり、これを微分と言います。は？は？fx イコール x2 乗引く x の時、微分の定義に従って f'x を求めます。微分の定義に従ってと指定があった場合は、リミットの公式を使用します。微分の定義の公式通りに代入していきます。Now, the world is yours.